タマウリパス州は、メキシコ北東部、メキシコ湾西岸の中央部に位置する州である。正式名称は、タマウリパス自由独立州という、州都はシウダービクトリア。人口は327万268人である。西で、ヌエボレオン州と南西で、サンルイスポート市州と南東で、ベラクルス州と接しており、また北では、リオグランデ川を挟んで、 アメリカ合衆国テキサス州と国境を接している。テキサス州とは、リオグランデ川を挟んで、またもロスと、ブラウンズビル、レイノサトマッカレン、ヌエボラレドトラレドのような国をまたいだ双子都市が多く、形成されている。古くは、ディアブロ渓谷で後期の人々が生活を営んだ岩陰遺跡が点在し、炭化したトウモロコシが、リチャード・マクニーシュによって発見されている。古典期には、 アメリカ南東部のミシシッピ文化とも深い関係のあったマヤ語系のワステカ文化が栄えた。19世紀には一時期、リオグランデ共和国の一部であった。2000年代以降、メキシコ麻薬戦争が激化し、州内の治安が極端に悪化している。州内では麻薬組織であるガルフカルテルとロスセタスによる抗争事件も頻発。 多数の死者が出ている他行方不明者数も5000人に達し、国内のどの州より多い状況となっている。州内を通過する高速道路101号線ではギャングが横行し、殺人事件や誘拐事件が後を絶たないため、沿道のレストランやオフィスが閉鎖されて、閑散としている。ありがとうございます。